はい、こんにちは、片山外装の片山です。なんかこのスタイル久しぶりな感じなんですけど、いつも見ていただいている方であればわかると思うんですけど、ここのところずっとですね、うちの、スタッフの南という人間がですね、カメラマンとか、まあ、編集だったりとか頑張ってやってくれてたんですけど、ちょっとですね、彼も、まあ、普段は SNS とかの方を基本的には中心で活動してもらってるんですけど、彼がですね、もう一つですね、メンテナンス業務っていうのもちょっとやってまして、まあ、そのメンテナンスっていうのがストーブのメンテナンスなんですね。薪ストーブとかのメンテナンスで、ちょっと今繁忙期に入ってきてですね、冬が明けてストーブもそろそろ使わなくなってきて、1年に1回の、まあ、清掃だったりとか、何年かに1回の定期点検なんていうのがあってですね、そういった、依頼が結構ありまして、南の方もですね、ちょっと今撮影とかやってらんないよと、社長一人で自分でやってくれっていうことで投げられてしまったので、まあ、自分でまた一人で、撮影したりとか編集したりとかちょっと頑張ってやってみようかなと思います。まあ、ちょっと慣れてないので、上手にできるかちょっと不安なんですけど、頑張っていきますので、視聴者の方もぜひ応援していただければと思います。はい、で早速なんですけど、今日の、動画内容なんですけど、屋根工事の方でオークリッチっていう材料を使って、今日施工してきました。まあ、今日はまだ張り始めの段階でですね、ほんのスタートをしていくところなんですけど、まあ結構大事なポイントもあったりするので、まあ使ったことある人はもうわけなく簡単にやっていくと思うんですけど、まだやったことないとか、新人さんだったりとか、まあこの動画を見て少しでも参考にしていただければ、嬉しいなと思いますので、本当にすごい扱いやすい商品ですし、少しずつそのオークリッチとかの需要も結構高まってきているんじゃないかなと思うので、まあ、こういったところで、この動画を見てまたポイントを押さえてもらって、なんか実際やる機会とかあればですね、少しでも役に立てていただければ、嬉しく思います。はい、といったところで早速、現場の方の VTR に行ってみたいと思います。それではどうぞ。いつもと抗菌グッズですか？こいつがちょっと強い。抗菌グでね。抗菌グっていうかボンドなのかな。洗面専用の洗面です。慣れてるね。慣れたもんですね。いや、そういうの大事だ。
で大体釘1枚につき4発いくんだ。4、5発打ってます。4、5発、4、5発風が強い時は5発。あ、風が強い時は5発強いようなとこはね。はい、本当に切れるもんね。あ、でも冬の方が折れやすいかも。あ、カッターとかいらないんだ。あ、これは真ん中に切れ目が、あ、ついてるんだ。これだけはついてる。あ、それ張り出し用。これ張り出し用のスターター。あ、スターター部材なんだそれが。はい、それどこに書いてあるのそれ。袋に、え、どっか書いてあるの。スターターストリップ。あ、そこに書いてあるんだ。
の間なんか自分家の犬踏んづけたみたいじゃん。踏んづけます。大丈夫なの犬。はい。結構引いてます。いやその体型に乗られたらもう犬たまったもんじゃないよね。いやー超焦って折れちゃった。何歳ぐらいの犬だ。まあ、ちっちゃいでしょ。4ヶ月。4ヶ月の犬踏んづけた。4ヶ月。これまずいでしょ。奥さん激怒。奥さんにちょっと謝ってよ。すこんで釘の上シールして、あ、自分は一応塗ってきます。あ、塗ってね、丁寧だね。真面目なんで。貼り始めっていうのはなんかあんの？貼り始め、うん、165ずらすか、え、あ、半分で、あ、半分で、とりあえずこれと目地が一緒になっちゃうと、ここに雨が入っちゃうから。あー、なるほど。ずらして、うん、あ、ここのこのね、スターターのこの縦目地とこれを合わせないように離れかして、あ、ぐらい離せばいいってのあんの？100以上。あ、ここからね、はい、ここから110センチ以上は離せとは離した方が、ああ。そうすればそんな細かい決まりはないんだって。細かい決まりは多分ないよ。多分って何？
でこの材料を合わせるときは何がポイントになるの？ここと、ここを、はい、合わせて、ああこのこれとここと、こいつは、うん、この分厚いところは、うん、たまに飛び出てる品物があるんで、おお、なるほどね。こっちの方が、あじゃあ下の段のこのここにね、そうですね、ここに合わせて、これを下場を合わせると、はい、なるほど、すごい知ってるね。わかりやすいよ、ブースターの説明が。今この角をちょっとあれしたんですか？これ河原でもそうだけど、うん、風が吹いて、うん、こう横に走るんで、ここで水が突っ込んで芯まで行かないように。ああなるほど。ここでカットで。あここでね。これ隠れるの？これは隠れます。あ隠れるんだ。ね大丈夫。あこれまたなんかつくんだ最後にね。最後に。なるほど。それでこう水がここまで来ないようにわざとここで切ると。こ下はなんで角曲がるんですか？これ水から草があるんで、ああ入らないし、下にね板金が回ってる、ま、も入ってるんだ。なるほどなるほど、知ってるね。知ってる知ってるね鈴木さん。鈴木さん一服だよ。明日また来ようかな。これで終わりだとあれだから。明日休みです。明日休みだったっけ？明日休み。じゃあ鈴木さん、じゃあ、はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。じゃあチャンネル登録してください、ちゃんと。はいね、最後の一人に撮っておいて。じゃあまた次回の動画でお願いします。はい、お願いします。はい、さよなら。